夢の旧作「金づち」「本当の悪魔というものはこの世界にいるものかいないものかいるとすればその悪魔はどのような姿をしてどんなところに潜み隠れているものなのか」その悪魔は、 そそもそも、いかなる因縁によって対象しつつ、どのような栄養物をとって成長していくものなのかその害悪と霊障等をたくましくしゆく手段はいかんかような質問に対して躊躇せずに答え得る人間はそう余計におるまいと思うしかるに私はまだやっと二十歳になったばかしの青二歳である だから成人でも哲学者でもないはずであるがしかしこの問いに対しては明白に答え得る確信を持っている「本当の悪魔」とは自分を悪魔と思っていない人間を指して言うのである自分では夢にも気づかないまんまに他人の幸福や生命をあらゆる残忍な方法で否定しながら 平気の平座で白昼の大道をかっ歩してゆくものが本当の悪魔でなければならぬだから本当の悪魔というものは誰の目にも止まらないで存在しているのだそのような悪魔の現実社会における生活とか仕事とかいうものがいかに旋律すべきものがあるかということなぞもめったに考えられたことがないのだ あいつは悪魔だ。お前と俺の障害をどん底まで呪ってきたやつだ。今度あいつに会ったら金づちで脳天をくらわしてやるんだぞ。いいか忘れるなよ。親父は、 私にこう言って聞かせるたんびにせんべい布団の上で置き直ったぼうぼうと乱れた髪とひげの中からちばしった両目をギョロギョロと剥き出して洗濯板みたいに並んだ暴れ骨をなで回してぜい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 とせきをしたそのうちに興奮して神経がつり上がってくるとその悪魔が目の前に座っているかのように 鼻の先の薄暗い空間をにらみつけてギリギリと歯ぎしりをしながら骨と皮ばかりの手を振り上げて金づちをぐわんと打ち下ろすまねをしてみせることもあったがその顔の方がよっぽど恐ろしくて活動に出てくる悪魔そっくりに見えたので私はいつも子供心に一種の滑稽みを感じさせられた。親父は 悪魔を取り違えているのじゃないかしらんと思って親父が悪魔と言っているのは親父の実の弟で私にとってはたった一人のおじにあたる小島良平という男であった何でもそのおじというのはよっぽどたちの悪い人間で若いうちから法当に身を持ち崩したあげくインチキ賭博の名人になって親類や友達から見放されていたが 私が3つか4つの年に親父がぜんそくにかかって弱り込むと間もなく上手にわびを入れて出入りをするようになった。と思う間もなく今度は相場師になって身を立てるというので言葉巧みに親父を垂らし込んでじじいの代から伝わった電池電たをはじめ銀行の貯金親父の保険金などいうものを根こそぎ巻き上げてしまったあげ句。 美しいばかりで知恵の足りない私の母親を連れてどこかへ夜逃げをしてしまったというのである親父の結核性のぜんそくがひどくなったのもその叔父のせいだし親類や友達に見限られてこんな貧民窟に潜り込んで死ぬのを待つばかりの哀れな身の上になったのもその叔父のおかげだというそのうちにどうにかこうにか私が育って やっと13になったと思うと惜しい小学校を中途でよして広告屋の旗担ぎ葬式の花持ち活動のビラ配り活版書の手伝いなどと次から次へ転々して親を養わなければならなくなったのもそのおじのせいだだから俺が生きているうちにその小島良平というおじを見つけ出したら すぐ金づちで頭をたたき潰さなくちゃいけないぞ。良平というやつは生まれながらに血も涙もないやつで誰のうちでも手当たり次第に破滅させてうまい汁を吸うのが専門の悪魔なのだ。生かしておけばおくほど国家社会のためにならない人間だからな。あいつを殺せばどれくらい人助けになるか知れない。 いいか、きっとやっつけるんだぞ罪はみんな俺が引き受けてやるからな。それが俺の人助けの仕納めだなぞと親父は毎日のように言って聞かせたのですっかりその文句を暗記してしまったそうして子供心に そんな悪魔みたいな人間が本当にこの世にいるものかしらんもしいるものならば親父の言うとおりにぶち殺したってかまわないだろう人間の頭を金づちで殴ると目が飛び出すって聞いていたが本当かしらん本当だったら面白いなその時にはどんな気持ちがするだろうなぞと いろんなことを想像しいしおとなしくうなずいて聞いていたそのおじがどんな顔をしているか早く会ってみたいような気持ちもしたところがその悪魔のおじはおやじが死ぬとまもなくどこからかひょっこりと現れて私の目の前に突っ立ったのであった何でもおやじは 私が活版所に出かけた留守のうちに台所の窓から帯を垂らして首を引っかけたまま死んでいたのだそうで寝床のせんべい布団の下には何事も天命です誰も恨むものはありませんただ年葉のいかぬせがれにこの上の苦労をかけるのがつらさに死にます どうぞ、よろしくお頼み申します」といったような開き風の書き置きがおじ宛てにした密封の書類と一緒に置いてあったその書き置きは巡査が私に見せてくれたが昔風の曲がりくねった事態でまるっきり読めなかったまた親父の死に顔もヤグの下に寝かせてあるのをのぞいて見るには見たが 別に悲しくも何ともなかったので困ってしまった近所の人たちや警官や医者みたいな連中がみんな目をしばたたいたり泣いたりしているらしいのに私一人だけはつくねんと座ったままのんきそうに口をポカンと開いた親父の口元を眺めて「せきが出なくなったから楽だろう」なぞと思ったりしているのが。 ななんとなく罰が悪かった。するとそのうちにドカーンと大砲のような音がして何かしら目がくらむほど真っ白く光ったのでびっくりした後から聞いてみるとそれは新聞社から来た写真屋がマグネシウムというものをたいたので明くる日になるとその写真が私の氏素性と一緒に大きく新聞に出た。 大金持ちの忘れがたみでこの上もない親孝行者でとかなんとか言うので学校の成績のよかったことや毎日活動のビラや古新聞の記事をおやじに読んで聞かせたことまでめちゃくちゃに褒め立てて書いてあったその新聞をもってまだ薄暗いうちに飛び込んできたのが悪魔のおやじで 親父の仏様の横に並んで寝ていた私を大きな声で「あいたろうあいたろう」と呼び起こしながら壊れかかった表の戸をたたいたのであったおじはその時が423くらいであったろうか目の小さいあから顔のでっぷりとした子男で 額の上にはげ残った毛を真ん中から丁寧に2つに分けて爪りの白い洋服を着ていたがとても人のいい親切らしい風つきで悪魔らしいところはみじんも見えなかったのでがっかりしてしまったあのまん丸く光る頭を金づちで殴ってもいいのかしらんと思うとおかしくなったくらいであったおお いたろうか。大きくなったなぁ13だというんかおうんうん親類の人はまだ誰も来ないからおうそうか俺はお前のお父さんに誤解されたっきりで死に別れたのが残念で残念で」念でと言い,い私の頭をなでて 白いハンカチで涙か汗かを拭いているらしかったが親父がかき置きと一緒に置いていたおじ宛ての密封書を見せると中身を無造作に引き出して証文見たようなものを一枚一枚丁寧に改めていくうちに何とも言えずに々くにくしい冷笑を浮かべながらみんな一緒にまとめて内ポケットに押し込んだようであったそうして自分で葬儀屋を呼んできたり アルコールと綿を買ってきて親父の体をきれいに拭き上げたりして延べ送りを簡単に済ますと親類や近所の人たちに挨拶をして私を自分の店に引き取った叔父はその挨拶のうちで死んだ兄貴に対するせめてもの恩法事ですというようなことを何度も何度も繰り返していたが 母親のことは一言も言わなかったようである。もっとも、私のいる前で、二三人そんなことを質問した人もあったが、おじはばかばかしそうに高笑いしながら、そんなことは、私が兄貴に追い出された後の出来事で、どんな事情があったのか知りもしませんし、何の関係もないことです。とにかく、このような場合ですから、 そのようなご質問は後にしてくださいこの子の教育のためにもなりませんからときっぱり言い切ったことを覚えている後で考えるとおじは私の母を連れ出して散々おもちゃにしてあげくどこかへ売り飛ばすかまたは人知れず殺すかどうかしたらしいと思える節がないでもないが しかしその時の私は顔も知らない母親のことなんぞは点で問題にしていなかったそれよりもおじに買ってもらった古い洋服と帽子と靴が物珍しくてうれしいくらいのことであったおじの店は今までいた貧民靴から半りばかり隔たった F 市の真ん中の株式取引所の前にあった 両隣とそっくりの貸し事,事務所になっている北向きの二軒半間口で表に H 株式取引所員金膳小島良平電話4403番と彫り込んだ6升だらけの進駐看板をかけて入り口のガラス戸にも同じ文句をハゲちょろけた金箔で貼り出していた。私は。 おじがこんな近いところに住んでいようとは夢にも思わなかったので子ども心に不思議に思いながらおじについて中に入ると上がり口は半つもばかりのたたきであと十畳ばかりの板の間に穴だらけのリノリウムを敷いて天井にはすすぼけた雲虫が貼ってあったその往来に向かった窓のところにおじの机と回転椅子その右手の壁に 株の相場を書いたボールドそのまた右手に電話機その反対側の向かい合った白壁には各地の米の相場を見せる黒板記者の時間表めくり暦などその下に帳簿方と馬興味の2人の店員の机が差し向かいになっていたしかしそんなもののうちで立派だなと思ったものは一つもなかった。 全てが現在のとおりにどす黒くてほこりだらけで汚らしかったただ入り口の正面の壁に並んだ店員の帽子と羽織の間からのぞいている一枚の美人画だけが新しくてきれいに見えているだけであったその美人画は大東汽船会社のポスターで178の島田曲げの少女がこっち向きに丸テーブルに持たれているところであったが その肌の色や肉付きは言うまでもなく髪の毛の一筋一筋から花かんざしビラビラや華やかな振り袖の模様や丸テーブルの光沢に映っている赤竹色の指の爪まで本物かと思われるくらいウキウキと描かれていた売りザね顔の上品な生え際と可愛らしい顎、ごポーっとした眉涼しい目 白い高い花そうして今にも「私はあなたが大好きよ」と言い出しそうに微笑を含んだ口元までもいきなり吸い付きたいくらい美しかった私はそれまでにこんなポスターを何枚見たか知れなかったのだけどこの時ばかりはなぜかしら特別のような気がした今から思うとこの時が私の思春期に入り始めで 同時にこの時こそ生涯の呪われ始めであったかもしれないちょうど昔の伝説の美しい悪魔から魂を吸い取られる時のように何とも言えず胸がドキドキして顔がポッポとなって決まりが悪くてしょうがなかったので我知らずうつむきながらそーっと上目遣いに見ていたように思うしかし叔父はそんなことには気づかなかったらしく ぐんぐんと私の手を引っ張って電話機の横の戸を開くとその外にある狭い板張りの横手から暗い階段を上って店の真上にある2階に出たそこは一方が押し入れになっている天井の低い8畳くらいの北向きの部屋で取引所前の往来を見下ろした高さ4尺くらいの横一文字の一方窓に 真っ赤に錆びた鉄の棒とすりガラスの障子が並んでいたがそこから差し込む往来の照り返しで部屋の中は息苦しいほど蒸し暑かった真っ黒い天井からぶら下がった10色電球はハエの糞で白らちゃけていたその下の畳はブクブクに膨れて何とも言えないむせっぽい悪臭を放っていた左右の壁や襖や スガラスの窓には青や赤の陰気だの鉛筆だの筆だので共同便所そっくりの周回な落書きが戦争みたいに押し合いへし合い書き散らしてあったおじは窓を開けて埃臭い風を入れたそれから押し入れをいっぱいに開いてそこに投げ込んである23枚のボロヤグだの蚊帳だの 針金で鉢巻きをした大きな瀬戸火鉢だの古い新聞紙や古電球などをジロジロ見回しているようであったがやがて今までとはまるで違った底意地の悪い声を出しながら私を振り返った「いいか貴様は今夜からここで店の帳簿方と一緒に寝るんだぞ」「布団は後から車屋が持ってくる」 貴様の親父のだけれども消毒してあるから大丈夫だしらみなんぞ一匹もいないはずだ便所はこの階段を降りると突き当たりにある便所の向こうの戸を開くと隣の店に出るから気をつけろ貴様は夜中に寝ぼけたり小便を垂れたりはしまいな私は黙ってうなずいたけれどもそれと一緒に 今の今まで温かい親切な人間とばかり見えていたおじが急に鉄のポストみたいに冷たい態度に変わって剛然と私をにらみ下ろしているのに気がついてまたもびっくりさせられたしかし怖いことはちっともなかったそうしてこんな落書きを勝手にしていいのかしらんなぞと考えながら壁に書かれているへんてこな絵や文字を ひとつひとつに見回していた。その間におじはくるりとわたしにせなかをむけてさっさと階段を下りていった。と思うともう麦わらばを頭にのっけて夕日のカンカン照る往来に出ていった。わたしはそのまぶしい後ろ姿を見送りながら「やっぱしおじは悪魔だったのかな」。 あの頭の真ん中のツルツル光っているところを金づちでコツンとやっても構わないのかな」なとぼんやり考えていた叔父は毎朝八時半ごろから店に出てきたそして太った体を自分の椅子に詰め込んで新聞を読んだり手紙を書いたりしたあとは 入れ替わり立ち代わり電話をかけてくるお客や店に押しかけてくるムクドリ連に向かって「とても景気のいいそのくせ子どもの私が聞いても冷や汗の出るようなうそ800を並べては高笑いをするのが仕事の大部分であった」「10分ばかり前に来たお客に無理やりに売らせた品物をその次に来たお客に押しつけて買わせているようなことがしょっちゅうであった」 そのお客というのはおじが毎晩行く飯屋だの宿屋だのまたは停車場の待合室や旅行中の汽車で知り合いになった連中で大部分でおじの上得意になっている田舎の電池持ちであることが言葉の端々でよく分かった中にはおじと花を引いて負けた金の埋め合わせをしに来るバカ者もちょいちょい混じっているようであったがそんなのに対しては 特別に景気のいい話と高笑いを浴びせかけて、とっときの知恵を授けるかのように予想った。しかし、そんな連中がいなくなった後の王子は、今まで放送し続けていた陽気な笑い声をぴったり止めて、うって変わった無口な、日陰の石灯を見るような冷たい人間になってしまうので、一層悪魔らしい感じがした。 それにつれて2人の店員も私も同じように無言のままその顔色を見て仕事をしなければならなかったのでお客のいない間の店の中はまるで秘密のクラブかなんぞのように陰気な静けさで満たされていた私はそこで給仕同様にこき使われながら夜学校に通わされる一方に毎日毎日相場のことばかり見せられたり聞かされたりした そのうちにいつからともなく相場の種類や上がり下がりの理屈や駆け引きの裏表などが分かってくるにつれて世の中に相場ぐらいつまらない面白くないものはないとしみじみに思うようになったけれどもまたそんなものに引きずられて血まなこになっている人間を見るのは非常に面白かった前にも書いた通り 叔父は大変な嘘つきでよくお客に中華民国の暦と米相場の工程表を並べて見せてこの日は仏滅だからこの株が下がったこの日は日柄が三輪棒だったけれども虎の日の友引きだったからこの株とこの株が小馬になって盛り返したのだ元来この友引きとか先負けとかいう日取りの組み合わせは聖徳太子のご研究で 人気の移り変わっていく順序を表したものですこの相場の工程表と見比べてごらんなさい一目瞭然でしょう現に私はこの時にいくら儲けてなぞと真面目腐って講釈をしていたしかもその暦をよく見るといい運勢と悪い運勢とが同じ日にいくつも重なり合っていて 相場が上がっても下がっても理屈がつくようになっているのであったがそれを真剣になって聞いている素人のお客を見るととても滑稽で気の毒でしようがなかった同時に叔父の口先のうまいのにいつも感心させられたこうして16の時に簿記の親学校を出ると私は店の電話機の横に机を一つもらって 各地から来る馬や出をを聞く役目を言い使った。同時に今まで毎晩私と一緒に寝ていた帳簿方が結婚をして家を持ったので私が常設の宿直になった午後4時から5時の間におじや店の者が相前後して店を引けていくと私は表を閉めて缶のきを入れて後を掃除した。 それから翌朝の6時か7時に起きて近所の出前屋が配達する弁当を送って表に水を打って掃除を済まして詰め入りの洋服に着替えるまでの間私は小遣い船の許す範囲で古雑誌を買ったり貸本を取り寄せたりしていろんな空想を沸かしつつ読みふけったそのうちでも特に私の興味を引いたのは 悪の文字を取り扱った小説や講談で悪党とか悪魔とか名付けられる人物やそんな思想を取り入れた読み物はなぜだかわからないまま奇妙に引きつけられて読まされた皮肉と霊性とであらゆるものを堕落させていくメフィストフェレスや人間の尊い血と涙を片っ端からドブドロの中に踏み込んで 見返りもせずにかっ歩していくドリアン・グレーなぞいう代表的な連中はもう親類以上に心安くなってすっかり悪魔痛になってしまったのでそんな連中に比べるとケチなムクドリを引っ掛けて心情をはたかせるのを唯一の楽しみにしているおじなんぞはおっちょこちょいのコッパ悪魔ぐらいにしか見えなくなったこの世にはもっと素晴らしい 偉大な悪魔が存在していないものかしらんあの叔父のスベスベした脳天へ鍛冶屋のハンマーを天下らせるか何かしたら私は差し詰め悪魔以上の人間になれるわけだけどしかし一方からするとそれは立派な親孝行になるのだから何にもならない第一私にはそんな悪魔になりえるだけの力と度胸がないからダメだ ああ悪魔になりたいそうしたらどんなに面白いだろうになあなぞととんでもないことを考えたりしたそう思うとあの大東汽船の美人画のポスターを自分でも知らない間に2階に持ってきて暗い壁に貼り付けておいたものを窓越しに向かい合っているような気持ちで開かず開かず眺めたり それを女主人公にしてさまざまな甘ったるいローマンスを描いたりまたは読んだ小説の中のかれんな少女に当てはめて同情したりして楽しんだ時たま活動を見に行くこともあったがその時は隣の店にいる泊まり込みの小遣いのじいさんに留守を頼んで表から南京錠をかけて行った叔父は着物と弁当以外に 毎月10円ずつくれた。私の得意は簿記よりも電話であった。叔父に電話をかけてくるお客の声を「もしもし」の「文字一字」で聞き分けたり電話機の外し具合で男か女かを察したり両方から一時に混戦してきた洋向きを別々に聞き分けて飲み込んだりするようなことはお茶の子さいさいであった。 世間の人間はみんな嘘をつくうちに電話だけは決して嘘を言えない自分の持っている電気の作用をどこまでも正直に霊妙に表していくもの一種の生意気な哲学めいた懐かしみさえ覚えたことに電話はあらゆる明敏な感覚を持つ名探偵のように時々思いもかけぬ報道をしてくれるので 面白くてしようがなかった。それは誰に話しても本当にしてくれまいと思われる電話の魔力であった受話器を耳に当てる瞬間に私の聴覚は何里もしくは何百里の針金を伝って直接先方の電話機のあるところまで伸びていくのであったその途中からいろんな雑音が入ってくると「このジージーという音は こちらののの F 交換局の紫外線の故障だ。あのガーガーという響きは大阪の京電式の電話機と中継台との間に起こっているのだというようなことが経験を積むにつれて手に取るように分かってきたその都度にそこの交換局の監督や主治を呼び出して注意をしたり手厳しくやっつけたりするのが愉快で愉快でたまらなかった。 またそれにつれて各地の交換手の癖や鉛などはもちろんその局の交換手に対する訓練方法の欠点までのみ込むと同時に電線に感ずる各地の天候アースの出具合空中電気の有無まで通話の最中に感じられるようになった電話口に向かった時の頬や唇や鼻の頭まつ毛などの 電流に対する微妙な感じによって雨や風を半日ぐらい前に予知することも珍しくなかったそのうちでも面白かったのは相場の上がり下がりの予感が電話で来ることであった大阪の株式や米の相場などは毎日青木という店から予約電話を通じて前後数回に分けて知らせてくるのでその自分にそんな贅沢な真似をしているのは 一軒隣の山町という王商店とおじのところだけであったおじはそれがまた大得意で来るお客ごとに吹聴しては店の信用を裏書きする材料にしていたが何しろ距離が遠いのと雑音が激しいのとで並大抵の耳では相手の読む数字が聞き取れないのを私の鼓膜は造作なしにはっきりと受け入れたのみならず 私の聴神経はもっと遠いところから来る他の音響までも同時に聞こうとしているのであった大阪の青木という店は取引所のすぐ近くにあるらしく表の窓や戸が密閉されていない限り店の中の物音と往来の騒音とが相場の読み声と一緒に騒話器から入ってきた各地の天候が恒星で電話機がすっきりとした日には 立いいの物音や呼び声らしいどよめきまでもちろんそれは複雑を極めた雑音の奥の奥から伝わる波動で音響とは感じられない程度の感じであったがそんな物音と青木の定員が一息に吹き込む馬響とを重ね合わせて聞きながら上がり下がりの数字を鉛筆で書き留めていくとその瞬間瞬間に。 そんな米や株の景気に対するいろんな予感が理屈なしにピンピンと私の頭に感じてきたこの株は上がるなと思うと持っている鉛筆に力がこもった下がるなと感じると字の力が抜けるくらいにまで敏感になってきたその予感を後から配達してくる勇敢の相場面と照らし合わせてみると いちいち的中しているので面白くてしようがなかった的中していないのは F 氏の新聞社の誤職であることをある日の正午に来る大阪の新聞で発見したことは珍しくないけれども私はこうした予感を叔父に知らせたことはなかった知らせてもめったに信じないことは分かりきっていたし第一面倒くさくもあったので ただ数字の控えだけをうやうやしく手渡しすると、おじは一目でつらりと見渡して私に返した。それを私は、電話の横にかかったボールドにチョークで書き直すのであったが、それを見ながらおじは、腹の中でいろんな観察を立て直しつつ、お客の株を売ったり買ったりして悪戦をかすっていることが私によくわかった。あんなに苦心して危険な銭をつかんで、 火の車に油をさしさししていくのがこのおじの一生かと思うといつも薄笑いが腹の底から浮かみ上がってきたいっそのこと死んだおやじの遺言どおりにこのおじのはげた能天をたたき破ってやった方が孤独になりはしまいかなぞと考えたこともあったけれども店をしまうと同時に 私はそんなことをきれいに忘れてしまうのが常であったそうして鼻歌を歌い歌い2階に上がってタバコの煙と小説と雑誌とキネマの筋書きの世界に寝転んだ活動も時々見た私は10円に満足していたところがこうした 私の電話に対する特別の能力がとうとう外に現れる時期が来たそれは私が17の年であったかと思うから大正10年頃のことである青木の店員が一気に読み上げる全場の数字の中で政党関係の株が一斉に2部ないし5部型の暴落をしているのにびっくりしながら鉛筆を走らせているとどこから混戦してきたものか 以前に声の調子を聞き覚えていた叔父の知人で大阪随一の相場新聞なにわ重宝社の主出をやっている猪俣という男の言葉が切れ切れに響いてきたかの私はこの意味がちょっとわからなかったただ このごろ製会社の株をしこたま背負い込んでいるおじがどんな顔をするだろうと思いながらその株の暴落した数字を心持ち大きく書いて示すとおじはいつもどおりにひとたり見回しながら何食わぬ顔をしてごくりとつばをのみ込んだこの調子でいくとおじはほとんど破産に近い打撃を受けるであろうことがその 石みたいに冷え切った表情で察し知られたけれどもその表情をじっと凝視しながら机の端を平手で撫でているとなぜともなく私の頭の中である暗示が電光のようにひらめいたので私は思わず鉛筆を取り上げて叔父が目を落としている机の上の便箋にこう書いた今朝の各新聞に出ているキューバ島の大表作の予想は 巨峰だと思いまなにわ諜報者ではキューバ党が何者かによって王子掛けに買い占められつつあることを探知しているようです会社の相場主任猪俣氏は今日の5番で買いに回っていることがたった今電話の混戦でここまで書いた時伯父は私の手をぴったりと押さえたぼ然と血の気を失ったまま 素やきの瀬戸物みたいな表情で私の顔を見たそうしてブルブルと震える手でその便せんの一枚をつかんで空間をにらみつつ腰を浮かしかけたがまたどっかといすに腰を下ろして名目一番したと思うと今度はもうこのように決然として立ち上がってつかみかかるように私を押しのけると自分自身に電話口へしがみついた 各地の銀行や仲買店を次から次に汗だくだくで呼び出しつつ視力の続く限り正当株を買いに回ったそうして店の者があきれた目を見張っている中をふらふらと取引所へ出ていってその日の5ばでめちゃめちゃに暴落した正当株を買って買って買いまくった人々は「おじを発狂した」と言っていたそうである。 けれどもそれから中一日置いてあくる日の前場の引け頃になると取引所の中に人騒動が起こったおじは寄ってたかって胴上げにされてハウハウの体で店の中に逃げ込んできたそのあとから「万歳万歳」という声が大波のように流れ込んで店の中から表の往来までいっぱいの人になった。 「私は私でそのさ中に電話口に突っ立って八方からかかってくる吉報にてんてこまいをしなければならなかった」「米国某新聞大手筋のキューバ党大買い占めニューヨークの砂糖が一躍暴騰して砂糖節約デーの実施運動を起こる」という国際電報が掲載されたのはその翌日の夕刊のことであった。 叔父は一躍して相場市仲間の大建物になった出入りするお客の数は3倍くらいになった田舎の出前の相場を直接聞くようになったために電話の忙しさは数倍に達したけれどもおじは電話機も増やさなければ店も拡張しなかったただ私の手当を一躍50円に引き上げた他に 私がとっくの昔に忘れていた親孝行に対する新聞社の同情金を叔父が保管していたものが元利合計200何円何十銭かになっていたのでプラチナの腕時計を1個買って下げ渡してくれただけであったしかし叔父はそれからのち私に電話以外の用事を絶対に言いつけなくなった新しい通勤の給仕を1人置いて 今までの私の私雑務を引き継がせると同時に、各地方の相場を聞く私の態度に少しも目を離さぬようになった電話を伝わってくる相場に限って私が持っているそれこそ悪魔のような敏感さを叔父がずんずん理解し始めていることが私にまたずんずん感じられた今日はとても線が悪いんです。 広島か岡山あたりで大雪が降って断線しそうになっているんです今日の5場の大阪電話はこの調子だと来ないかもしれませんと言ってもおじは以前のように「千里眼だ」など言って冷笑しなくなった「おい耐震が落ちてるぞ耐震はいくらだ!と」と私が大阪に怒鳴る時おじも その日の日株買いの興味の中心がその株の上がり下がりにあることを知って熱心に注目している視線が私の横方に生温かく感じられるくらいにまで2人の気持ちがぴったりとなってきた私は相場の書き取りをおじに見せる時におじが指で押さえる株の上がり下がりを目顔で知らせた「上がり下がりの見当がつかないのはちょっと頭を振った」 また客から売り買いの相談をかけられた時にちらりと私の方を見ると私は左右の目を閉じたり開いたりして合図をしたその合図をおじが取り違えると頭をかいて訂正したこうした相場の上がり下がりに対する私の予感は夏冬の寒暖の変化や天候の具合などによって余計に来る時と来ない時があった。 電線の調子の良し悪しや先方の読み方の上手下手によっても違ったがそれでもこの予感のおかげでおじの信頼はめきめきと増えていった何でも23年の間に1000万円近くに達したとのことだがおじはそれを全部大阪中之島の浜村銀行に預けているらしかったというのはある時同銀行の支配人で 伊田という大阪弁丸出しの大男がこの事務所を訪れて事務員や私にまでぴょこぴょこ頭を下げ回ったのに対して赤ん坊ぐらいにしか見えないおじが反り身になりながらこんなことを言ったので察し知られる僕は何でも相場式に行かなくちゃ気が済まない性分でね儲けた金は方々の銀行にちょくちょく入れて頭隠して尻隠さず式の安全第一を図るような、 ケチななはしないよ。大阪一流の浜村銀行が潰れた時に日本中で店を閉めたのはこの薄汚い金膳の事務所一件だけということがわかれば相場師としてこれ以上の命はないじゃないか。はっはっはっはまた、 いよまいるよとあぶらぎって陽気な色彩を放ってきたその頭はますますはげ上がったおじはそれをなであげなであげ人と話した私はそれと正反対にますます青白く痩せこけていったそして黒い髪の毛ばかりがぼうぼうと波打って幽霊のように伸びていったが それを両手で掴んだり引っ張ったりして何とも言えない微妙な手触りを楽しみつつ金口のタバコを吸って小説や雑誌を読むのが私の無常の楽しみであった私にとっては恋な謎というものは空想の世界の出来事に過ぎなかったまたは錯覚と誇張とで性欲を飾ろうとする一種の芝居としか考えられなかった 私の初恋とも言えば言えるであろうかの大東汽船の美人画に向かって微笑し合っているうちに時折思い出したように感じる胸のときめき以外には本当の恋が存在しようなぞと夢にも思わなかった私は純然たる怠け者になった一方に私の暴挙はぐんぐんとせり上がってとうとう 250円までこぎつけた。おじはそれを私独特の相場の予感に対する口止め料であるかのように言い聞かせていたが実は私という服の髪に投げ与える極めて安価な足止め料に相違なかったもっともそのおかげで私は汚い2階に寝転んだままタバコと弁当と書物の三道楽に浮き見をやっつしえる ありがたい身分になったわけであるが同時にその道楽の結果として自分の頭と胃袋と肉体とが日に日に大敗していくありさまを自分でじっと見つめていなければならなくなったのには少々悲観させられたたばこは窓のスパイプを使う舶来の缶入りでなければ吸えないようになった弁当は 香料のきいた脂濃い養殖が品料理に限られてきた小説もあくどい翻訳物か公職本の類いでなければ手にしなくなったしまいにはそれさえも飽きてきて神経の切れ端を並べたような身体紙や近代がばかり買うようになったそれでも余った札束や銀貨の棒は片っ端から 押しに投げ込んだ。しかしついにはそんな書物を買いに行くことすら面倒くさくなった苦が辛い遺産の味を荒れた舌に染み込ませながら破れ畳の上に寝転んで底いらの壁や襖の落書きの文句や絵に含まれている切烈な技巧によって痛切に表現されている心的の波動を 宇宙間無情の芸術であるかのように開かず開かず眺め回しつつあらん限りの空想や妄想をたくましくする時間が増えてきた私は自分の肉体と精神の弾力が日に日にだらけて消えうせていくのを感じたしまいには壁の美人画の永久に若い生き生きした微笑から 一種の圧迫を感じるくらいいにまで精神が弱っていってた。「私は近いうちに死ぬかもしれない病気にかかるかそれとも気違いになるか自殺するかして」というような薄暗い予感に襲われ始めたのはこのころからのことであった。 おじはこうして私を水源させるためにやけに給料を増やしているのではないかしらんもしそうならば構うことはない死にがけのおじの頭を金づちで殴ってお礼を言ってやろうなぞと真面目に考えたりしたそのうちにおじは満50歳になった たはにっ叔父が独身者であることを私が初めて知ったのはこのころのことであった二十歳になるまで七八年間も一緒にいた叔父が独身者かどうか気づかなかったと言ったら笑う人があるかもしれないしかしこれは私の正真正銘のところであった。 私はそれほどさように実世界とかけ離れた世界に生きている人間であった私は私の神経が実世間のいかなる問題に触れてもすぐに縮み込むほどの鋭いものであることをよく知っていた私は現実の世界にある太陽や草木や土や風などいうものが空想の世界に現れる太陽や草木風景などよりも はるかに単調しな平凡な荒々しいものであることを知りすぎるくらい知っていた同様に金とか女とかいうものも実際に手に取ってみると存外くだらない飽き飽きしたものである上にそんなものに対する欲望を持続していくためには実にバカバカしい、たまらないほどおびただしい苦労を続けなければならぬであろうことを考えるだけでも。 うんざりした私は現実の一切に諦めをつけて空想の世界に寝転んでいるのが私に一番似合い相当した生活であると信じていただから私はこの数年の間に叔父の自宅らしいところから一遍も電話がかからないのを多少不思議に思いつつもそれについて探偵してみようなぞいう勇気を起こしたことはなかった。 一方に月給を取る機械見たような店員たちもこのことについて私と雑談するようなことは絶むであったしかるに忘れもしない去年大正13年の8月の初めの珍しくどんよりと曇った午後のことであった店を閉まってから給時に窓や戸を開け放させたまま電話の前の自分の机に寄りかかって ずっと以前に読みさしたまま忘れていた翻訳物の探偵小説を読んでいると肩のところで突然に電話のベルが鳴った私は読みさしの小説の中の事件を頭の中で渦巻かせながら立ち上がって受話器を耳に当てると今までに一度も聞いたことのないみずみずしい魅力を持った若い女の声が響いてきたので私は思わず。 顔に覆いかかった髪の毛をなで上げた。本能的に全身筋を耳に集中した。もしもし。あなたは四千四百三番でいらっしゃいますか。そうです。あなたは。あの小島はもう帰りましたでしょうか。はい。主人は今仕事帰りました。 失礼ですが、あなたはあのあなたは失礼ですけれど、アイタロウさんでいらっしゃいますか。はい、小島アイタロウです。あなたは。ジョワキのかかる音がした。私もジョワキをかけたが、そのまま電話口のニッカルカバーを見つめてぼんやりとつたっ,っていた。 私の電話に対する敏感さをすっかり面食らわせてしまったまま千万長者のおじを呼び捨てにする若い女が一人いるその女は私の名前を知っているい,いなもっともっと詳しく私について知っているらしい口ぶりであるそして なにがなしにちょっと冷やかしてみようぐらいの考えで私を電話口に呼び出してみたものらしいという感じだけが私の脳髄の中心にキリキリとうずまき残ったまま私は小説の続きも何も忘れて表の窓や灯をやけに手荒くしめると暗いは梯子段を2階に上がって。 ハエのふんで真っ白になった電球の下にあおむけに寝転んだ「アハハハハハ」という霊性とも皮肉ともこびともつかぬ透き通った笑い声をいつまでもいつまでも耳の中に聞き味わいつつ部屋中が真っ白になるまでネイビーカットのケムを吐き出していたそのわくる朝いつもより早く起きた私は まだ開店まで1時間以上もあると思い思い寝巻きのままおじの椅子に腰をかけて投げ込まれた新聞を読んでいると思いがけなく店の前に大きな自動車が止まって白いダブダブのめ襟を着たパナマ帽のおじが1人の霊場の手を引いてニコニコしながら入ってきたそれは2階の美人画とは全然正反対の風つきをした少女であったがそれでいて F 界わいはおろか東京あたりでもめったにいないシャンであろうことが世間狭い私にも容易にうなずかれた小男の叔父よりも少し背が低くて二重まぶたの大きな目が純然たる茶色で眉が非常に細長くてまん丸い顔の下に今一つ丸っちい顎が重なっていた縮らした前髪を眉の上で切りそろえた後。 左右に真っ二つに分けて白い襟首の上にぐるぐる巻きを作って大きな色のいいヒスのピンで留めたあんばいは品ナ夫人そっくりの感じであったこじんまりした体にはぜいたくなものらしい透かし入りの白い襦袢とベールのように薄い黒地の刺しゅう入りの着物を着込んでその上から上品な銀色の帯と血のように真っ赤な帯締めをキリキリと締めていたがそれが 小さい白旅に大きなスリッパを突っかけながら叔父の影に寄り添っておずおずと私の前に進んできた時はどう見ても大富豪の一人娘か何かで16か7ぐらいの老ータケタ霊としか見えなかった私は新聞を手に持って椅子に腰をかけたままあぜんとしてその姿を見上げ見下ろした敏感な私の神経は この霊場が昨日電話で私に笑いかけた声の主であることをとっくの昔に直角していたのであったがしかもそうした私の直角と目の前にしおらしく節目になってはにかんでいる美少女の姿とはどう考えても一緒にならないのであったもしかしたら私の直角が今度に限って間違っているのではなかろうか 謎と一人で面食らっているうちにおじは帽子を脱いで汗をふきふき反り身になって二人を紹介した「これは俺の拾い物だよ。お前のいとこで俺の命なんだ」「俺たちにはもう一人豊子という腹違いの妹があったんだが俺たちの両親もお前の死んだ親父もそれを隠していたらしいんだ」 その豊子つまりお前のおばさんだねそれが生み残したのがこのる丸稲子という娘で早くから母に別れていろいろと苦労をしたあげく長崎の毛頭の病院で看護をしていたんだが俺の名前が時々新聞に出るようになったもんだからもしやと思って昨日わざわざ長崎から訪ねてきたんだいいか これが昨日話した太郎だお前たちは他に親身の者がいないから本当の兄弟うだいみたいなもんだ <laughs> <laughs> 2人はおじの笑い声の前で椅子から立ち上がって「どうぞよろしく」と挨拶を交わした「私は内心君わるわると」彼女は上品につつましく。 叔父はそれからいかにも得意そうに脂肪でピカピカ光る頭をなで回しながら稲子の母親に関するローマンスを話し始めたそれは稲子が7歳の時であった啓示の富豪とも丸家の第二夫人でまだ若くて美しかった彼女の母親は稲子も誰も知らない正体不明の上婦から夫を毒殺された後に 自分自身もその男から受けた梅毒に脳を侵されて発狂してしまったそうしていろいろなことを口走り始めたのでその罪の発覚を恐れたらしい上婦はある真っ暗い晩に病室に忍び込んで枕元の西洋手ぬぐいで絞殺すると同時に一緒に寝ていた稲子を誘拐していったことがその頃の新聞に出ていた後の財産はどうなったかわからないが 多分親類たちが勝手に処分したものらしく正体不明の犯人もいまだに正体不明のままになっているというようなかなりものすごい筋であった叔父も一生懸命に力こぶを入れてしゃべっているようであったがしかし私はちっとも傾聴していなかったそれはシナリオや小説を飽きるほど読んでいる私の耳には すこぶるまずいとってつけたような話としか響かなかったので強いて想像をたくましくすればその美しい第二夫人というのは私の実の母親のことではないかそうして正体不明の上婦の正体は鳥も直さずおじ自身ではないか。 叔父はそうした旧悪に対する一種の自白心理を利用して私たちをごまかそうと試みているので「ともまるいなこと私とはその実種違いのきょうだいともいとこ同士ともつかぬ異様な間柄になっているのではないか疑えば疑い得る筋がないでもないくらいのことであった」しかしそのうちにふと気がついて お父の斜め後ろに座っている稲子の様子を見るとこうした私の忌まわしい疑いも無用であることが分かった彼女はいかにもつつましやかな態度で差し向きながら聞いているにはいたがしかし内心は飽き飽きしているらしくお父の話が自分たち親子と全く無関係であることを特に私にだけこっそりと知らせたがっている気持ちが そのため息のしんわや白い絹ハンカチのもてあそび用だけでもありありと察知られたので私はなぜかしらほっと安心させられたように思ったそうしてあとには大げさな身振りを入れてしゃべっているおじの滑稽なくらい真剣な表情だけが印象に残ってしまっただから俺は近いうちに稲子と2人で家を借りて住むつもりだ 今までみたいに待ち合いにばかり泊まっていちゃあ稲子のためにならないからなあはッはおじはおしまいにこう言って笑いながら壁にかけたパナマ帽子の方へ手を伸ばしたするとその瞬間にさすがの私もハッとさせられたことが起こったそれは今の今までつつましやかにうつむいていた稲子が 大きな目で上目遣いに私を見て頬をポッと染めながらにっこりと笑って見せたからであったしかもその目つきや口元の表情がほんのちょっとのまではあったが2階の美人画の表情以上に熱烈深刻な意味で「私はあなたが大好きよ」と言ったように思えたので 私は思わずつりこまれながらにっこりと微笑を返してしまったのであったがしかしそのあとで目を閉じてごっくりと冷たいつばを飲み込むとそのせつなに彼女のすべてが電光のように私の頭の中へひらめき込んだので私はいま一度ぎょっとさせられないわけにはいかなかった驚いた この女はうっかりすると俺よりも年上だのみならず処女でもなければ霊場でもないおじのめかけになりに来た女なのだしかも今まで読んだ小説の中にもめったに出てきたことのないタイプの洋服でおじから俺のことを聞くとすぐに電話をかけて笑ってみたものらしいちょっと俺を面くらわして 丸め込むきっかけを作っておこうぐらいの考えで大変なアマッチョだぞこいつは私はこう思いながら頭を上げた昨日から持ち続けていた興味がみるみる冷めていくのを感じつつ改めて稲子を見たがうの毛でついたほどの隙もない無垢の処女らしい態度に変わってつつましやかに目を伏せているのであった しかし何も知らないおじはいかにも2人のおじらしい気取った身ぶりで買いたてらしいパナマ棒を大切そうに頭に乗せながら稲子を連れて出て行ったその自動車が店の前を滑り出すのを見送りながら私は思わず薄笑いをした「あばずれめ来るなら来い」と思って。 けれども稲子はそれっきり私にちょっかいを出さなかった私はまた平和に2階で寝転んだそれからのち稲子がおじを操った手腕は実に目覚ましいものがあった稲子はまずおじに家を買わせたそれも普通の家ではないので F 市街の公園の入り口にあるキ御殿と呼ばれた抜々教の教会堂が千年の府警事件に関する信者の大検挙以来空き家同然になっていたのを自分の名前で買い取らせて見事な住宅の形に手を入れさせたものでそこに素敵な自動車や大勢の女中を雇い込んで女王のように奉仕させた。同時に おじののりりをぴったりと差し止めたとしめで私はその当時八方の待合からかかってくる電話を聞かされてうんざりさせられたものであったあんまりうるさいのである時「おじさんいくら僕が電話好きでもこれじゃとてもやりきれませんよ」「すみませんがあそこにも電話を引いてくださいな」と哀願してみたらおじはふつ然として「 バや野郎あのうちに電話を取ってたまるかせっかくのんびりと気保養している時間を外から勝手にかき回されるじゃないかとかなんとかいっぺんにはねつけられてしまったのでいよいよがっかりぐんやりしたこともあったところが不思議なことにそれからふた月ばかりもたつとおじは前よりも一層盛んに待ち合い入りを始めるようになった 店の仕事も私に代理させることが多くなったおまけに今まで一滴も口にしなかった酒を飲むようになって時々は稲子が作ったというカクテールの瓶を店まで持ち込んでくることすらあるようになった無論それらの全てはみんな彼女の手札に違いなかったので彼女はこうして叔父を翻弄しつつ その魂と肉体を一部刻みにみるみるうちに滅ぼしていこうと試みていることが分かりきっていたおじもまたそれを十分に承知していながら彼女のために甘んじて骨抜きにされていくのが何とも言えずうれしくて気持ちがよくてしようがないというふうでつまりおじは彼女に接してからのち一種の変態性欲である マゾヒストの甘味な教会へズンズン陥っていきつつある彼女の小さな赤い舌に全身の体液を吸い取られて骨の髄までしゃぶり上げられたらどんなにかいい心持ちであろうというようなたまらない欲望に憧れつつあるそうして稲子のすご腕にかかって 自分の生命も財産も根こそぎ奪い去られるであろう土壇場を目の前に無双しつつ素晴らしい加速度で生活状態を大敗させていきつつあるという叔父の心理状態がカクテールを入れた魔法瓶の線を抜く刹那の憂鬱を清めた表情を見ただけでも明らかに察し知られるのであったしかし同時に そうしたおじの態度や表情を毎日見せつけられていくうちに私はふと妙なことを考え始めたのであった彼女のそうした計画をそのギリギリ決着のところでひっくり返してやったらどんなにか面白いだろうとそうするとその考えがみるみるうちに言い知れぬ魅力を持って 私の頭の中に渦巻き広がっていくのを、私はどうすることもできなくなったのであった。私はいつの間にか新聞も小説も読まなくなって、二階の万年どこにひっくり返りながらハマキばかり吹かせるようになっていることに気がついた。今までは架空の小説ばかり読んでいたのが、今度は自分自身に怪奇小説の中に飛び込んで。 名探偵式の活躍を演出しなければならぬ役回りになってきたことをある必然的な運命の設理ででもあるかのように繰り返し繰り返し考えたそうするとその度に胸がわずかにドキドキして顔がポーっとほてるような気がしたのは今から考えても不思議な現象であった私は叔父の財産を惜しいとも思わなければ 稲子の辣腕を憎む気にもなれなかったあの真っ赤に太った油光に光っているおじの財産が小さな女の白い手で音もなくスッと奪い去られるあとでおじがポカンとなって尻餅をついているという図はむしろ私にとって 小説や活動以上に痛快な見物に違いなかった私が空想の世界でしか実現しえないことを彼女が現実世界でテキパキと実現していく腕前のすごさに敬服する気持ちさえも私の心の中に湧いてくるのであったけれども今一歩進んでその稲子が腕によりをかけた計画を その終局点のギリギリのところでひっくり返したら稲子はどんな顔をするだろう?」。そうして開いた口が塞がらずにいる彼女に「天罰思い知れ」とかなんとかいういいかげんな文句をたたきつけて泥の中にたをして手も足もズタズタに切れちぎれるような目に合わしたらどんなにかいい心持ちだろう こう思う思と、私の身の身内の方々が、不思議な快感感でズキズキしてくるように感じた。私はそれから毎日毎日その計画ばかり考えていたけれども残念なことにそうしたいろんな計画が天井に吹き上げるタバコの煙とともに数限りなく浮かんでは消え消えては浮かみしていくうちに私は 「いつも失望しないわけにはいかなかった」「私があらん限りの知恵を絞って作り上げた稲子たたきつぶしの計画は表面上どんなに完全に見えていてもどこかに空想らしい弱点や欠点が潜んでいることを後で考え直していくうちにきっと発見するのであった」「言葉を変えて言えば」 稲子がおじを陥れていきつつある変態性欲の甘微世界からこっそりとおじを救い出す方法が発見されない限りまたは稲子がこの養父的な性格をすっかりなくして初恋と同様の純真さを持って私に打ち込んでこない限り私の計画は絶対に実行不可能と言ってよかった。こうして。 稲子を血まみれにして七点パッとをさせつつ霊賞しようという私の計画は私の頭の中でいくつもいくつもシャボン玉のように完成しては片っ端から何の他愛もなく抱え幻滅していったそうしてそのたんびに「アハハハハハハハ」と笑う稲子の声を幻覚するのであった 11月に入ると間もなく、私は今までにない寒さを感じ始めたので高い工賃を払って中間線を取って上等の電気ごたつを1個敷きっぱなしの寝床の中に入れたそしてその日は仕事の始末をそこそこにして潜り込んでみるとその暖かくて気持ちのいいこと体中の血の巡りがズンズンと良くなるのがわかるくらいで私は つい何もかも忘れてうとうと眠り始めたのであったが間もなく開花でけたたましく電話のベルが鳴り始めたので私はまたしぶしぶ起き上がった眠い目をこすりこすり狭い階段をよろめき降りて電話にかかった「おーいおーいおーいもし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 ?もしもし」「わかったよ」 分かったよ。おーい、おーい。といくら呼んでも元気にベルを鳴らしていたが、やがてピタリと振動が止むと、<laughs> という笑い声が真っ先に聞こえた。あなたアイタロウさん、ご無沙汰しました。おじさんはもう帰って？ええ、一時間ばかり前に。 あなた、声が違うよね。お風邪でも召したの寝ていたんです。まあ、お昼ね。この寒いのに。ええ、まあ、そうです。私あなたにお話ししたいことがあるのよ。今から伺ってもいいええ、よござんす。汚いところですよ。 ええ僕一人ですしかし何のようですか <laughs> 私は表の戸の缶抜きを外すとまた2階に上がって温かいヤグに潜り込んだしかし不思議とこの時に限って彼女に対する何らの期待も計画も浮かばなかった ただ頭の底にこびりついている残りの眠たさをむさぼりながらいつの間にかぐっすりと眠っているらしかったがそのうちに小さなせき払いを耳にしてふっと目を覚ますと間もなく何とも言えない上品な香水のにおいが悩ましい女の体臭と一緒にムーっと迫ってきたのでちょっとの間狐につままれたような気持ちになったそしてよく目をこすってみると 私の枕元の暗い電灯の下に青いビロードのコートと黒狐の襟巻きに包まれた彼女が化粧を凝らした顔と切迫のマンションを浮き出さしてちんまりと座っているのであった <laughs> 彼女は私を一気に空想の世界から現実の世界へ引っ張り出してしまった私はそれからのち ほとんど毎日のように電話をかけてくる彼女の命令の間に間に店をしまうとすぐに身じまいをして隣の裏口から抜け出してそこいらで待ち合わせている彼女と肩を並べながら夜の町々を散歩するようになった生まれて初めての背広服を派手な格子島で作らせられたのはその時であったカンガルーとエナメルの高い靴を買わされたのも同時であった 帽子もゴルフ用の鳥り打ちやビバやおかま棒を次から次にかぶせられたそれにつれて本棚の引き出しに突っ込んだままになっていたシワクちゃの紙幣や銀貨の棒がズンズンと減っていった私と彼女とが同じ家に入ることはほとんどまれであった彼女は F 市内の至る所にある密階の場所を知っているかのように いつも意外千番なところへ私を引っ張り込むことが次第に私を驚かし始めた「柿舟だのシ品料理屋の2階だの海岸の空き別荘だのタバコ屋の裏座敷だのそのうちでも特に舌を巻いたのはまだ明るいうちにある大きな私立病院の玄関から見舞い人のような態度で上がり込んで奥の方に開いていた 特等病室のわら布団の上に落ち着いた時であったその時に彼女は今までにない高い情熱に駆られたらしくろうのように青ざめた中から潤んだ目をいっぱいに見開きつつ白い歯を誇らしげに光らして見せたのであったがそうした彼女の筐体をポケットに両手を突っ込んだまま見下ろしているうちに私はふと形容のできないひいやりとした気持ちになった この女はこうした思い切った遊戯の刺激によって自分自身の美をあらゆる深刻な色彩に燃え立たせる術を心得ているそうして異性の弱点をあらゆる方向から怖くしつつその生き地を最後の一滴まで吸い尽くすのを唯一の使命とし無常の誇りとし最高の油楽と心得ている女である 父が彼女かのらにげ回るようになったのも、こうした彼女のプライドに適しかねたからである彼女は暗黒の現実世界に存在する底なしの落とし穴である最も暗黒な最も旋律すべき落とし穴と知りつつ陥らずにはいられないというような感じが みみるみるはっききりしてきたのでけれどもまた一方に稲子には案外神経質な用心深いところもあるにはあった彼女が私を引っ張り出してこんなことをして遊び回るのは叔父の待ち合いに入り浸っているかまたは旅行している間に限っていたので公園前の自宅に私を引っ張り込むようなことは絶対にしなかった稲子のそうした態度の中には 男の嫉妬というものがいかに恐ろしいかを知っている気持ちがはっきりと表れていた多分彼女はお父に関係する以前にそんな問題でひどく凝りさせられた経験があるらしいのでしかもその相手が西洋人ではなかったろうかということまでも同時に察せられたくらいであったところが彼女のこうした用心深さがものの見事に裏切られたのは それからひと月とと立たた。ない自分のことであったそれは12月の初めの割合に暖かい日であったその前後の1週間ばかりというもの市場がすこぶる閑散であったためにこれぞという仕事もなく午後4時過ぎになると店には叔父と私と2人きりしかいないようになったがその時に店のストーブの前でカクテルをのみのみしていた叔父が突然に こんなことを言い出して私をひやりとさせたお前はこのごろ稲子と散歩を始めたそうだなうんそれはいいことだ俺もせっかくお前に進めようと思っていたところだ引け跡の電話は大抵明日の朝聞いても間に合うことばかりだからなしかしあんまり夜更かしをすると 体に触るぞ。これを聞いた時にはさすがの私もどう返事をしていいかわからないままかたくなってお父の顔を見たけれどもその次の瞬間にはほっと安心をすると同時にまたそれとは全く違った意味で驚きの目を見晴らされたのであったそう言い,いまたも一杯傾けて下なめずりをしているお父の横顔には。 お前が何もかも知っていることを俺もよく知っているのだしかし俺はもう何とも言わない稲子は「お前の好き自由にしていい」という意味の表情が力なくほのめいていたからであったのみならずその叔父独特の陽気な響きを失った声の中には 今までにない寂しいいしかにも親身のおじらしい響きさえこもっていたそうしてそう思ってみればみるほどおじの横顔には今までの悪魔らしい感じがなくなっているのに気がついてきたこの夏時分に比べると驚くほど青白くなっている方やまぶたにはよぼよぼの老人に見るようなたるみさえできているのであった しかしそれかといって今更のようにおじをあわれむ気にはもうとうなれない私であったすぐに元の私に帰ると同時に一種の冷たい微笑が湧いてくるのを押さえつけながらとぼとぼと店を出ていくおじを見送っていつもよりいくらか丁寧に頭を下げただけであった面白いなまるでおとぎ話かなんぞのように 小さな美しい悪魔が大きな醜い悪魔をやっつけてただの人間になるまで虚勢してしまっているしかもあんまりやっつけすぎたために相手は平々ぼんぼんのお人よしを通り越して何もかも悟り尽くした諦めきった人間になってしまっているおじは彼女に対する愛着心を消耗し尽くすと同時に 彼女の計画のすべてを悟ってしまいながらそれをどうすることもできない立場にいることをまで自覚してしまっているしかしこうなったらかえって彼女のために危険なことになりはしまいか少なくとも彼女がお父に対して警戒している方向はとんでもない見当違いになってしまっているではないか面白いな。 この結末がどうなるかと心の内で楽しみながらその月の中頃のある天気のいい日曜の朝早くであった稲子は大急ぎの口調で私に電話をかけたがそれは叔父が3日ばかりの予定でその朝早く大阪に立ったのでこれからすぐに F 市から二重里ばかりのところにある ゆうだけのの温泉に行こううというのであった「その温泉は何に効くのか知らないがいろんな贅沢な設備をしたホテルや待合兼業を見たような素敵な宿屋がいくつもあると稲子は言ったがそこで第一棟という何とかホテルの大玄関に自動車で乗りつけて特等室付属の浴場に案内された時には私も生まれて初めてなのでちょっと目を丸くした」。 高い天井のステインドグラスから落ちてくる光線が青ずんだ湯の底の底まで透き通して見事に彫刻した白大理石の浴槽から音も立てずにあふれ出していたその中に私が先に走り込んでかき回すとその光が五色の鳥だの金銀の魚だのが入り乱れたように散らばってその上から一面にもうもうと湧き立つ湯気のために 四方を鏡で張り詰めたた。部屋の中が薄暗くなっってしまった私はその湯の中にふんわりと体を浮かしていい心持ちに温まり始めたその間にのぼせ症の彼女は何度も何度も湯から出たり入ったりしていたが間もなく浴槽の外で男のように突っ立って肉付きのいい体をキュッキュッと洗いながら突然に ここんなことを言い出した。おじさんは自分が死ぬまであなたに相場をやらせない財産も譲らないって言ってたよ当たり前だと私は面倒くさそうに答えた少々眠くなりかけたところを邪魔されたので「死んだってくれやしないよ」そうじゃないわよ あなたは正直で頭がよくてバカにするないいえまったくよ俺よりも仕事がさえている上に今の財産は愛太郎のおかげでできたようなもんだから後を継がせるのは当たり前だってあそんなら早くくれりゃいいのにだけどね まだ頭の固まらないうちに株だのお金だのを持たせると欲がさして株だのお米だのの上がり下がりが分からなくなるからまだなかなか譲れない俺も昔は相当頭がよかったんだけどあまり早くから欲にかかったせいかして肝たまが小さくなって相場が当たらなくなったんだそれを助けてくれたのがあなたなんですってでしょう そほんとだ。おじの正直なところだろうよでしょだからおじさんはあなたに感謝しててよあなたを電話の神様だって言っててよおだてちゃいけない私は投げ出すように言った浴槽の縁に頭をのせて手足をクラゲのように漂わそうと試みながら そうすると彼女はちょっとそこらを見回しながらその私の頭のすぐ横に青白い大きな曲線美を持ってきてこれ見よがしに腰をかけたあたかもその肉体の魅力で私を脅迫するかのように真珠色にぬれた乳を揺らめかせながら私の顔をにっこりとのぞき込んだ声を低くしてささやいた おだてるのじゃないわよあなた考えなくちゃダメよねおじさんはこのごろあなたを養子にすることを決めたのよそして自分の財産を全部譲るっていう遺言状を昨日書いたよ今ごろはもう交渉人がどうかしているでしょう,うーん僕にくれるって と私は平気な声で言ったその裏に隠されている彼女の手札を見透かしながら「そうよ」と言いながら彼女は大きな目で今一度そこいらを見回した気味悪く笑いながら前よりも一層低い声で言っただけどその遺言状を書かしたのは私よ わかって余計なことを私は思わず噛んで吐き出すようにこう言ったそうしてその私の横方を急に唇を噛んだままにらみつけている彼女の視線をはっきりと感じながら私は静かに目を閉じた湯気がひとしきりもうもうと湧き出したその中に彼女はひっそりとうなだれたまま 何かしらしきりに考えているようであったがやがて深い弱々しいため息を一つするとまた口をきき出した甘えるような投げ出すような口調であなたって人はほんとにしようのない人ねうんどうせやくざのさだけど なんだい私は追いかけるようにこう言いながら心持ち霊障を含んで彼女を見上げたその私の視線を彼女はちらりと流し目に見返したがやがてうっすりと目を伏せると一人でつぶやくように唇を動かしたおじさんはねもうじきっしんでよほん。おー どうして私は一層冷笑したい気持ちになって彼女を見上げ見下ろしたこんな女にも何かしら直角力があるのかと思ってしかしその視線を横目でじっと見返した彼女の全身には私の霊笑と戦うべくあらん限りの妖艶さが一時に夕映えのように燃え上がってきたかのように見えた 彼女の方は生娘のような真剣さのために火のように充血したその目は情熱に輝きみちみちその唇は何とも形容できない恨みに固く閉ざされてその撫で上げた前髪の生え際には汗の玉が鈴なりに並んで光っていた彼女がこれほどに深刻な魅惑力を発揮し得ようとは 今までで、に一度も想像しえなかったほどで私は思わず心の内で「養女」「浴室の中の養女」と叫んだほどに激しい熱情と目まぐるしい鉛尾里を表しつつ私の目の前に覆い掛か,かってきたのであったしかしそうした彼女の驚異的な表情をなおも冷ややかに批評的な態度で見上げながら 足の先のところにゴボゴボと流れ込んでくる温泉の音を聞いているとそのうちに彼女の唇が次第次第に緩みかけて生え際の汗が一粒一粒に消えうせ始めた。と思うとやがてカミソリのようにひいやりとした薄笑いが片方に浮き上がってきたのであったあなたはえらい方ね。 私はゆうゆうと自分の足のつま先に視線を返しながら答えた。どうして？あまり驚かないじゃないの。驚いたって仕方がないさ。そっちで勝手にすることだもの。まあ、悔しい。と悔いにかなき悲鳴を上げた彼女は決奏を変えてつかみかかりそうになった。 私はそれを避けようとしてどぶりと湯の中へ落ち込んだがその拍子に鼻の穴から湯が入ったのを吐き出そうとして激しくむせながら湯の中に突っ立った肩から胸へかけて薄い寒さを感じつつ濡れた髪の毛をなであげなであげやっとのことで目を見開いた見ると彼女は蛇紋石の流し場に片手をついたまま横座りをして りをしっかりと噛んでいた。エヴァを取り逃がした蛇のように鎌首をもたげてちばしった目で私をにらみ上げていたがやがて恨めしそうにキレキレに言った私の気持ちは分かっているくせにあなたがそんな悪党ってことは私今日が今日まで知らなかったわ憎たらしい。 こう言いながら彼女はまたもその大きな目をぐるぐるさして二三度入り口の方を振り返った。と思うと不意にすっくりと立ち上がってムズと私の両手をつかみながら抱き寄せるようにして湯の中から引っ張り出した石畳の上をダブダブと光漂う湯の上に膝を組み合わせるほど近く引き寄せて私の首に両の腕を絡ませると。 興奮のために震える唇を私の耳に近づけたあえぐようにささやき始めた私ね聞いてちょうだいずっと前長崎で西洋人の小間使いになっているうちにそっと毒薬の小瓶を盗んでおいたのよかわいらしい瀬戸物の真っ黒な小瓶よそれはね そのラマンさんというオランダ人のお医者の話によるとジキタリスという草を何とかいう難しい名前の石と一緒に煮詰めた昔からある毒薬でシナ人が大切にするチンの羽と猫の頭とトラの肝と狼のよだれという4つの毒薬のうちでチンの羽という白い粉と同じものになっているんですってよ。それを、 アブサントを台にに、して作ったコクテールの中に竹の耳かきで一杯か2杯ずつ混ぜて飲ませるとその人間は間もなく中毒にかかっていくらでもいくらでも飲みたくなるんですってアブサントのおかげで青臭い匂いがすっかり消されている上にどことなくほろ苦くてとてもおいしいんですってだけど一度にたくさん飲ませると すぐに目や鼻から血を噴き出しながらぶったおれて10分とたたないうちに死んでしまうからダメなんですってよ。そうして2日目か3日目越しに竹の耳かきひとすくいずつ増やしていってその毒が心臓にすっかりしみこんだ時につまり耳かきに10杯以上グラムに直して言うと3分の1グラムぐらいのんでも何ともないようになった自分に。 急にその薬を入れるのをよすと4に日か1週間もたつうちにいつとも知れずふいに心臓まひとそっくりの容体になって死んでしまうのでどんなにえらい博士が来て診察しても分かりっこないんですってさね素すてきでしょうねっ分かって 私は目の前にもやもやと渦巻きのぼる温泉の白い湯気を見守りながら夢を見るようないい気持ちになってうっとりと彼女のささやきに聞き取れていたその湯気の中に入道軍を見たように丸々と太った叔父の幻がいくつもいくつも後から後から浮き出しては消え現れては隠れしていくのを見たそれを見守りながら私は 稲子の話が途切れてしまってもしばらくの間むっつりと口をつぐんでいたがそのうちにふと気がついて稲子を振り返ったその薬を僕にも飲ましてくれないか彼女は私が振り返った目の前でさっと血の色を失った今にも失神しそうにごっくりとつわを飲み込んで 額からぽたぽたと生汗を垂らしながら大きく大きく目を見張ったその目をのぞき込んで私は思い切り冷ややかな笑みを浮かべた驚くことはないよ僕も死にたいんだから僕は今まで叔父に忠告しなかったことを後悔しているんだあんたがそんな女だっていうことをね だけどどうせ忠告したって同じことだと思っていたから黙っていたんだねえあんたはまだそんなことをするくらいだから生きがいのある人間に違いないだろうしかし僕や叔父はもう人間の廃物だからねこの世に生きてたってしようのない人間だからね構わないからその薬を分けておくれよ 僕の財産の全部は内縁の妻稲子に譲るっていう遺言書を書いといたら文句はないだろう彼女はみるみる唇の色まで白くした反対に私を睨んだ目は首を切られる鯛のように美しく充血した今にも泣き出しそうにパチパチとまばたきをしてみせたアハハハハハハ と私は不意打ちに笑いだした彼女が目まぐるしくまばたきを続けるのを見返りながら「アハハハハハ」「だよ今のは」「ハハハハまあお前さんの好きなようにするさ俺は知らん顔をしといてやるから」彼女は、 湯めで真っ白になった全身をブルブルと震わせつつ唇を血の出るほどかみしめた。と思うとやがて湯気に濡れた長いまつげをそっと蛇紋石の床の上に落とした私は勢いよく大理石層の湯の中へ飛び込んだザブリザブリと体を洗いつつ座ったまま彫像のように固まっている彼女を眺めた。 たまらないおかしさを笑い続けた。<laughs> ここへお入りよ。風をひくよ。今のは嘘だったら。<laughs> <laughs> それから三日目の寒い晩であったと思う。温泉行き以来音もさたもなかった稲子が何と思ったか。 お化粧も何もしない普段着のまま上等の葉巻を一箱お土産に持って日暮れ形にひょっこりとやってきたそして近所のカフェからまずい紅茶だの菓子だのを取り寄せながら私の枕元で夜遅くまで芝居や活動の話をしいし、何の他愛もなくキャッキャとはしゃいで帰っていったので私は妙に興奮してしまって夜明け近くまで眠れなかった。 そうしてやっとの思いでうとうと仕掛けたかと思うと間もなく長距離らしい激しい電話のベルに呼び立てられたので私は寝床に敷いていた毛布を車屋のように体にまといながら半分夢心地で階段を駆け下りると電話口に突っ立ったついでに寝ぼけまなこで店の柱時計を振り返ってみたら午前7時10分前であった もしもし、4403番ですか。大阪から急報ですよ。お話しください。おお、青木か。なんだ、今頃。ああ、もしもし。君は小島くんかね。い,いえ、違います。小島愛太郎です。いや、ご礼息ですか。失礼いたしました。 私は青木商店の主人で藤田と申します。まだお目にかかりませんが、どうぞよろしく。ええー、早速ですが、お父様のお宅にはまだ電話がございませんでしたね。ああ、さようで。では、大至急お父様にお取り次ぎをお願いしたいのですが、実は大変にお気の毒なことができまして。 はあ、どんなことでしょうかもうお聞きになったかもしれませんが中之島の浜村銀行がけさ支払い停止を張り出しましたはあそうですか頭取の浜村君と支配人の井田君はきのうからその筋へ召喚されておりますので預金者は皆途方に暮れているのです なるほどあなたのお父様と同銀行とはかねてから深いご関係になっておられることを承っておりましたのでとりあえずお知らせいたしますが実は折り返していま一度支給にご来伴願いましてそのことについてご相談いたしたいと存じますのでどうもありがとうございますすぐに取り次ぎます どうかお願いいたします。そして出発のお時間をすぐにお知らせ願いたいのですが、はだはだ恐縮ですが、かしこまりました。しかし、おじはまだ昨夜まで自宅に帰っておりませんので。あはあ、なるほど。それは困りましたな。えっ、ー、と、それではどういたしたら。はい。 けれども昨晩までには帰ると申しておったのですからことによるともうじき店に来るかもしれませんそうしたら間違いなくああどうかお願いいたしますでは失礼を青木氏の声は落ち着いてはいたがその口調には明らかに狼狽した響きが含まれていたことによると青木氏も叔父と同様に 浜村銀行に預金しているのかもしれない面白いなと私は微笑しつつ電話を切ったそしてまだ眠い目をこすりこすり今一ひと寝入りすべく2階へ帰ろうとすると暗いはしご段に足を踏みかけるうちにまた電話口に呼び返された「おい交換手切ってくれ話は済んだんだ」 ももしもし、あなたは愛太郎さんなんだ稲子さんかちょうどよかった今どこからかけているの公園の中の自動電話よおんなんのよあのねゆうべい私が帰ったらねおじさんが帰っていたの おーそれであのねそうしたらねけさからようすがへんになったのどうしてあのねわたしあのおくすりをのませるのを75日前からよしていたの大阪へも何もいれないカクテルをもたしてあげたのそしてさくやもおなじものをあたためてあげたのよ おーだから温泉で僕に打ち明けたんだねまあそうよそしたら昨夜夜中から胸が苦しいと言い出したね今朝お隣の山脇っていうお医者さんに見せたら心臓の具合が悪いというのそしてさっきまで何本も注射をしたけどちっとも効かないで物も言わずにもがき始めたの 何を言ってもわからないのよ。もうダメなんですってさちょうどよかったええだからあなた早く来てちょうだいなそしてなんとか芝居をしてちょうだいなあたしなんだか怖くなったからバカ何が怖いそんなことは覚悟の前じゃないか初めっから だって医者が見ている前で口と鼻からダラダラ出血し始めたんですものあのお薬は私が聞いてたのとなんだか違っているようよお医者が青くなって私の顔を見ながらこれは何かの中毒だって言ったから私身支度をして家にある現金と銀行の通い帳を持って裏口からそっと抜け出してここへ来たの あなたと一緒に預金を引き出して逃げようかどうしようかと思ってダメだよ浜村銀行は払いやしないよえどうして浜村銀行の頭取と支配人が昨夜大阪で降印されたんだ福岡の支店も支払い停止に決まっているおじは破産してるんだよ 残っているのは待合の借りばかりだみんなお前さんの自業自得さお気の毒さまみたいなもんさどこへでも行くがいいほんとほんとさ今大阪から電話がかかってきたから知らせようと思ったところへお前さんが電話をかけたんだだから僕はすぐに電話口へ出たろちょうどよかったんだ じゃ、さようならごきげんよう待ってちょうだいなんだちょっと待ってね5章だから私どうしたんだい彼女が受話器を箱の上に置うとがしたそのあとから自動車らしい警笛がほんのりと通過するとまもなく 彼女が咳払いをする音が聞こえてきた。もしもし。もしもし。時間ですよ。つないで。ちょうだい。お金を入れる音がこちんとした。おいおい。どうしたんだ。あたし。今ね。おじさんにあげたお薬の残りを。アブサントにといたの。を、 みんな飲んでしまったのバカ私、今から帰ってお医者様にすっかり白状するわみんな私が一人でしたことだってですからあなたはあなたは早く逃げてちょうだい同罪になるといけないから店の金庫の愛嬌は稲子よさようなら 彼女が受話器を取り落とす音がしたその後からゴトーンと人間の体が倒れるような音が響いたバカめ勝手にしろと言い放って私は受話器をかけたチッ芝居だ畜生めこのまま俺が逃げ出したら。 っなははんだ,ろう <laughs> だ電話の神様を知らねえかこう思いながら2階に上がって昨夜の水差しのはまきに火をつけたまま温かい布団に潜り込むと得体の知れない薄笑いがおのずと唇ににじみ出したうっかりするとそのうちにおじが店にやって来るかもしれないと思い思い ぐっすりと眠ってしまった警察でも検事局でも私は一切知らない知らないで頑張り通した血を吐いたおじと稲子の死骸を突きつけられた時も彼女がおじの妾であったということ以外に何一つ知らないと言い切ったそうして未血管で正月を済ますと 間もなく証拠不十分で釈放されたその間の寒さは私の骨身に応えた霜の真っ白な町伝いに取引所前の店に帰ってみると表の戸は南京錠をかけたままになっていた私はとりあえずシナリオリアに電話をかけるとすぐ2階に上がって懐かしい葉巻の煙に酔いつつ この書き置きを書ききき置を始めた。しかし私は3週間ばかり前から大評判になっている檜御殿の謎を解く目的でこの筆を取ったのではない同時に私が官房の中で自殺を決心したのは一文無しになった自分の前途を悲観したからではないまたは叔父も稲子も 彼らを幻惑して問詞させながら平気で冷笑していた私こそ本当の生まれながらの悪魔であったということをしみじみ自覚したからでもない稲子の恐ろしい死に顔を見た瞬間に 彼女の真実を知ったからであった。目に見えぬ。金槌で。心臓を叩き潰されたからであった。